はい、田村です。今日は6月の8日土曜日です。夕方の田んぼの水の見回りをしつつ生育の確認をね、このようにやっております。今日は気温が28度いきましたので水温はかなりあったかいですね。こう騒いでる感じは、こういった水田雑草も、元気になってきちゃうので今年はね水田除草かなり頑張らないといけないかなと思ってます。おいっと、稲の根っこはしっかり活着してますので、こうやって、ね、引っ張った時ももう全然抜けなくて、葉っぱの内側からね分裂の新しい葉っぱが出てきている状態です。白かきでねうまくトロトロそうにできたところは、雑草、水田雑草の発生はそんなにね気にならないんですけども、やっぱ硬くなっちゃったところはね生えやすいですよね。まだまだヘタッピですけども、はい、今年はこの環境下で頑張らないとなと。お米取っていかないといけませんので、4月稲がしっかりでかくなるまではこうやって夕方ね、なんぼでも気になるところは手でかいて、こうやってね株間、の除草も、います。今日は暑いですね。これ飯横山ですね。でこっちが岩手さんです。はい、水の取り入れ口から、ね、遠いところの方がこの田んぼは水位が深くなってきますので、こういった感じでね、昨日の夕方水田除草やったんですけど、まだこうやって濁ってくれているので草のね発生の抑制にもなるかなと思っております。はい、とでも田んぼ浅く作ってるので活着は早いですよね。元肥とか肥料とか施しませんので、育苗苗のね作り方ですとか、あまりでかくなりすぎると徒長苗になっちゃって生育があまりよろしくなくなっちゃうのでね、5月はすごく神経使いますけど、6月は6月で水田の作業以外にも小麦ですとか大豆ですとか作業が始まってきますので、よいしょ、スケジュール管理とあと体調管理をしっかりしながらね年間通じてしっかり作業できればなと。
今のところ生育は良好ですので。あ、ちなみにこれは岩手亀の1号という亀の中手品種のから、その当時の、育種家の人たちが岩手県に合うように作ったというか選抜育種した品種になってます。高温には強いので去年の暑い時期でも、収量はねむしろ良かったかなと思ってます。昨日まですごい寒かったっていうか涼しかったのでこうやって寒暖差あるとね疲れが出てきますね。どうしても、はい、こういうような感じです。岩手亀の1号の、田んぼからでした。以上となります。